はい、再び運転席から吉田です。今日間もなくですね、最終目的地の、秋田市内のホテルに到着します。今日一日振り返ってですけれども、朝はですね、上の山温泉、山形県の上の山温泉というところで午前中は、試乗会を行いました。対象となったのはですね、上の山の市長さんとか、そこに関係する方々、県の方々に乗っていただいたり、温泉のおかみさんにも乗っていただいて、実際に電気自動車の良さっていうのは乗っていただかないとわからないというのを常日頃言ってますけれども、乗っていただいたことで、これはいいねということを改めて言っていただいたことが良かったかなと思います。でまた試乗コースの中にはですね、もう主要道路には雪が今回なかったんですけれども、駐車場とかで雪のあるところに車を持ってって乗っていただいて、実際に雪国の方にですね、このリーフの雪道走行性安定性の良さを体感していただいて、これだったら全然運転しやすいねと改めて言っていただけたことが良かったかなと思います。でまたその後県庁に訪問させていただいて、山形県の県知事さんともお会いしまして、今後山形県としてもより積極的に EV 導入に向けて働きかけていただくようにお願いしたというのが午前中です。でその後ですね、山形県庁出た後、そういった市場の活動を離れて、今度実際に我々が移動メインの本来の目的に入ってですね、新庄、そして湯沢と経由して走ってきました。で新庄、湯沢ともですね、国道13号線をメインに通ってきましたけども、もう除雪が進んでてですね、ここ2日間ぐらいやっぱり天気良くて一気に雪がなくなったということで、途中、わざとコースから外れて雪深いところを走ったりしてですね、東北地方の雪質が、北海道の我々のテストコースのある陸別と異なるというところを体感させてもらいましたけども、確かに多少湿度の高い雪なので、ちょっとスリップすれば一気にスリップするような路面なんですが、そんなところでも安定してリーフは走れたんじゃないかなと、実際運転してみて思いました。で本来であればずっとそういった雪道を運転したかったんですけども、ちょっと残念ながらおテントさんにはかなわないということで、本来ですと天気出てる方がいいんですけども、ちょっと今回雪が積もってなくて残念だったんですが、ずっと今日先ほど言った新庄、湯沢、そして秋田ということで、走ってこれて、よかった、計画通りでよかったなと思っています。ちょっとこの後地下道にあるかな、ちょっと待ってください。失礼しました。で今も秋田ということで、明日はですね、秋田を出た後能代、日本海の方を回って青森、そして、最後は八戸を回って、フェリーを使って北海道に入るといった日程になっております。ちょっと天気がいい意味で、良くなってますので、雪はもうちょっと期待できないかと思いますけれども、引き続きチャンスを見てですね、雪道走破をしていきたいと思います。でまた、明日からはですね、CV の門田も参加します。実際に、チーフビークレーンジニアの門田にもハンドルを握ってもらって、雪道、東北地方と北海道の違い、またあと寒地で実際に使われ方、暖房を使った状態でどうなのかというのを CV にも、評価してもらおうと思ってますので、そういったシーンも流せればと思っております。以上、長く朝からお付き合いいただいた方もいらっしゃるかもしれませんし、午後、夕方が仕事終わった後に見ていただいた方もいらっしゃるかと思いますけれども、今後もですね、このようにもうオープンで情報を出していきたいと思いますので、引き続き我々の活動を楽しみに見ていただければと思います。ありがとうございました。